カジュアルな服装だが、始まったのはある企業の幹部会議。この若い男性が社長なのだが、びっくりする値段で一個だけだと、なんかあのマラソンで先にバーン出て死んじゃうやつみたいな。さらに社員の服装を、今日だけ小説家みたいな服。ちょっと気になってんだけど、これはいいのかな。これはですね、ピリピリした会議にならないようトップ自ら場を和ませるという、一体感があって喧嘩してるのが一番いいと思うんですよ。健全な喧嘩をしまくってて一体感、ってことは潤滑油が必要なんで、まあ明るく楽しく元気よくやった方がいいんじゃないかなと。彼の名は湯野木治。実はあるカリスマが絶賛する男だ。それがアパレル業界の巨人、ユニクロを率いる柳井会長。湯野君だったらひょっとしたらやってくれると思ったから、彼が本来持ってたものが開花したっていう、夢じゃなかったらもういいですよってそこに取ってますけど。超シビアな経営者柳井がそこまで認める理由は、破綻寸前で柳井も苦しんだブランド GU を湯野木が大成功に導いたからだ。何しろ GU、 湯野木が社長になるや奇跡の快進撃、今や年商は2400億円に。ユニクロを除く国内のアパレルでトップ5に食い込む大躍進を遂げたのだ。今夜はあなたの知らない GU、 カリスマも驚いた大逆転劇。ところで GU のこと、こんな風に思ってません？ユニクロとのちょっと安めの設定であるのかなっていう感じ。でも私はあんまりそれ使わないから、もっぱら私はユニクロ。 GU は利用してないです。まあ品質的にはちょっと下なのかなって感じが。行かない人は安かろう悪かろうのイメージ。でも店を訪ねてみると、 GU は大進化を遂げていた。大にぎわいの店内、客のカゴは服でいっぱい、皆さん山盛りのお買い上げ。盛りって盛りっと買っちゃう買いたくなっちゃいますこの値段だと。でも安さよりも多かったのはこんな声。さっき品質がちょっと良くなったなっていうのはあって、前買うと結構ちょっとあらっとよれちゃったりとかあるんですけど、自由さん見てからユニクロさん見るとちょっと高く感じちゃったりとかするんですよね。こちらのスーツのヘビーユーザーもその品質について、みんなびっくりするんですよ。どこのスーツって言われて、これ GU だけどって言うと、っていう、みんな驚きます。そう、GU の商品、飛躍的に品質がアップしているのだという。この男性が試着したジャケットもパリッとフィットする優れた仕立てだが、なんと4990円の安さ。さらにどんな服でも合わせやすい新作のマウンテンパーカーも、金の金具にまでこだわっていて、たったの2990円。そうですね、安くてびっくりしました。安いのに生地もよくてすごいなって思いました。そんな激安なのに GU にはさらに大きな魅力が。いや、なんかこの色が流行ってるっていう、海外で。そう、流行ってます。これは最近海外で流行り始めたピスタチオグリーンという色。さらにこちらもセットアップなんか流行ってるから
そう、GU は最新のファッショントレンドを抑えた商品が次々に登場するのだ。トレンドを抑えてるから、とりあえずここに来れば。トレンドが一番ここで安く買えるので、春はこれ来るんだな。これ来るんだな、なんかニットのなんかこのやつ。そうそう。最新のおしゃれな商品が、品質もいい上に劇的に安い。この三拍子揃った満足感が客を増やしているのだ。さらに GU にはユニークなサービスが。銀座店ホンダの胸にあるのはおしゃリスタの文字。客にコーディネートをアドバイスする専門スタッフだ。普段持ってるものがベージュとかばっかりなんで、はいはいはい、ちょっと春は春色入れようかなとは思ってるんですけど、ベージュに合わせられるような春色のもので。すぐに商品を集め始めるホンダ。要望が漠然としていても、その客に似合うコーディネートを提案できるかが腕の見せ所だ。そして着替え終わったお客さん、花柄のワンピースにジャケットを合わせた春のコーディネート。すごい可愛い、好きな感じの服装です。良かったね、すごい満足。最初の服装と比べると一目瞭然。さすがオシャリスタ、お見事。何を探したらいいかがわからないっていうお客様の方がやっぱりお問い合わせは多いので、今流行っているものは何ですかとか、あとはどこどこに行きたいのでどんなコーディネートがいいですかみたいなご案内はさせていただいてます。なんとこれで総額5000円と7000円の安さ。まさにこれこそ GU 名物全身1万円コーディネートだ。ちなみにオシャリスタにはもう一つ重要な役割が。開かれていたのは新商品開発会議。試着するのは全国から集まったオシャリスタだ。銀座店ホンダの姿も。すると、めっちゃデブに見えますね。着てるとどんどんこの前が上がってきて首が詰まっていったんで。厳しい言葉で商品の問題点を指摘していた。あのベルトのバックルのチープさがやっぱりすごく気になるのと、だらしなく見えてしまう。店頭での客の反応を知り尽くした彼女たちを商品開発にまで関わらせているのだ。もうちょっとワイドの方がいい。会社と売り場というかお客様をつなぐ役割としていると思っているので、求められているところはもう少しここっていうところとかをダイレクトにつなげるように。激安アパレルでどこまで客を満足させられるか。そんな GU の大変貌を率いてきたのがこの男なのだ。顔変わったけど。GU 社長、湯野木治。こういうの日々店舗を回り、客目線で細かい改善を繰り返してきた湯野木。これがさ、はい、アピールポップがあるままだとしたら、これがこっちにつくとかどう？そうですね。これちょっとうるさいでしょ。邪魔になる。この日は自ら新たな表示板を作ってきて現場の意見を聞いていた。あ、だから価格とこれが1個になってるから、はい、1個分かりやすいです、ね、だからこれだとここの価格ないもんね。そうですね。で下見たら俺は俺は俺だから、はい、お客さんの目で見て魅力的かっていうのを見るんですけど、欠陥だらけなんですね。お店はごまかせないんですよ。本部で会議してるとなんかああだこうだああだこうだ、うまいこと説明できるじゃないですか。売り場ごまかし一切聞かないんで。湯野木は2010年に GU 社長に就任。徹底的な店と商品の改善で驚異的な成長を作り上げてきた。
自由の強みはやはりファッションと低価格ですので、これを一層強化していきます。安心の品質なのに激安価格、 GU が力を入れる靴売り場に湯の木の執念が生み出した大ヒット商品がある。それがこちらの棚にずらりと並んだカラフルな靴。累計販売170万足のマシュマロパンプスだ。いい感じ、いい感じです。これとか多分普通のお店で買ったら絶対1万円とかするんですよ。ひとたび履いてみると、買います。抜群の履き心地なのに2490円。その驚異のコスパに去年のヒット商品ランキングにも入った。私がこっちで、私が2つ最初買ってよかったからまた買ってみたいな。そんな奇跡の商品を生み出したのが25年以上靴の開発に携わり続けてきた靴のスペシャリスト熊井だ。実は GU 以前からパンプスは売っていたのだが、履きにくく足が痛いと全く売れていなかった。湯の木はそんな客からのクレームを生かし、徹底的に履き心地にこだわったパンプスを開発しようと熊井をリーダーに据えた。その意気込みは、もうパンプスは GU ですよと、このコストでこのレベルのものを作れるのは日本にはないですよと、世界探してもまずないですよと。100人にも及ぶ膨大な数の女性の声を集め、なぜパンプスが痛く感じるのかを徹底的に分析。熊井は靴底に低反発クッションを敷き、つま先にも伸縮する素材を採用するなど、パンプスが苦手な女性も買いたくなる柔らかい履き心地を実現してみせた。でも問題はその価格。いくらでもお金をかけることができて、いくらで売ってもいいってことだから、多分誰でもできることですし、それを、いかに GU の価格できちっとお客様に届けるみたいなところの大きな仕事です。 GU は一体どうやって激安高品質を生み出しているのか。今回はロボットまで駆使した驚異の商品作りを独占取材。そしてもう一つ、湯の木の知られざる物語もお見逃しなく。実は湯の木は伝説の失敗をした男。かつてユニクロが野菜販売事業に挑戦した時、その責任者として会社を潰した経験を持つのだ。強烈な挫折、もう表は歩けないってずっと思ってましたね。今夜は大失敗社長の逆転劇スペシャル第1弾、あなたの知らない GU、その大変貌に迫る。